ヤーニーだわ。ヤーニーしか聞こえんわこれ。ラベさんちへようこそ。さて今日もやっていきましょう。早速ですが皆様はこちらのツイートを知ってますか？このツイートなんですけども、まあ、インフルエンサーとして活躍しているクロエ・フェルドマンさんがアメリカのニュースサイトからこう音声を引っ張ってきてツイートしたものなんですけども、すごい伸びてんすよ。このツイート実はですね、一つの音声なんですけども、二つの言葉が聞こえるみたいです。記憶にも新しい、あの視覚トリック覚えてますか？青のドレスに見えるのか、白のドレスに見えるのか。今回は耳バージョンでございます。で、これすごい今話題になってるみたいなので、実際にみんなと一緒に聞いてみようと思います。どっちに聞こえるか、ぜひ一緒に聞いてみましょう。いきますよ。押しますよ。よーい、スタート。あれ？スタート。Laurel. どうですか皆さん。どっちに聞こえます？ぜひですね、アンケート作ってます。もうどっちに聞こえてるか、これ押してください。僕も知りたいんですよ。ちなみに僕は、Yeah.に聞こえます。ヤニー派かローレル派かに分かれてるらしいんですよね。で、僕はもう断然ヤニーしか聞こえんの。ヤニーしか聞こえんないけど、ローレルが言ってるらしいんですけど、マジで何回聞いてもマジ聞こえん。ちなみに16日の時点ではヤニーって聞こえてるのが 47%、 ローレルって聞こえるのが 53% らしいです。ヤニーは甲高い声、ローレルは低い声らしいです。もう一回聞いてみましょう。ヤーニーだわ。ヤーニーしか聞こえんわこれ。Laurel。こちらも諸説あるらしいんですけども、そのアサップサイエンスって言われるところによれば、聴覚っていうものは高い音っていうのを聞くのがこう年を重ねるごとに衰えていくので、まあ若い方はヤーニーって聞こえるらしいですね。若いってことだ。やったぜ。さらに音響の設定を変えることで聞こえる音も違ってくるため、例えばお手持ちのパソコンのサウンド設定を変えてイコライザーを高めにするとよりローレルが聞こえやすくなると書いておりますね。やってみよう。皆さん見つけました？俺ローレルって言ってるやつ、なんかもうめちゃくちゃやりまくったらね、俺の中ではここがすごく聞きやすかったったい。ここを上げてみました。聞いてみましょうか。ポチ。ローレル聞こえます？ローレルって言ってますね。でもこれね、もう一回聞いて。ローレルいくよ。ローレルで一番最初の音ね。ローレルねえ、わかる？一回さ、ラーラーが聞こえてしまったらさ、元に戻してもラーラーが両方聞こえてしまって、むっちゃ気持ち悪い。はい、というわけでございまして、皆様いかがだったでしょうか？皆様両方聞こえましたか？いや、俺は両方聞こえてしまって、むっちゃ今気持ち悪くなっとる。もうやばいってなっとおっちゃんね。もう一度言いますけれども、ぜひアンケートもやってますので、ぜひよろしくお願いします。コメントもお待ちしてます。ぜひ何でも書いちゃってください。以上、宝部領事でございました。また皆様のお帰りをお待ちしております。グッバイ、さよなら、ザイチェン、アディオス、バイバーイ。